ランキングバトルザンサム編ということで、で塩太郎とマサオじゃんけんして席だけ陽一切るぞ。よし、あクレジットか、あいや、ランバトです。ランバトか、あそうか、大会だ、大会じゃねえんだ、現金だ、ただの持ち合いです。よっしゃー、 MKD ランキングバトルザンサム編始めたいと思います。最終戦ですか、あれ今日最後だっけ。3回目ですよ。3回目でしたっけ、最後でしたっけ。じゃああれじゃん、今日本気でやんないとダメじゃん。というわけでワンピガは、塩太郎選手、マサオはじゃあツーピガに乱入するんだ。あれ今日最後だっけ、もうないんだっけザンサムって。あ、ないか。ないと思いますよ。ないね。じゃあ今日のランキング1位から、4位までの人、後で呼び出すんで、数ヶ月後に、頑張っていってください。というわけで、塩太郎が、羅刹右京、優しい方の半蔵でじゃないか、これは優しくない方、優しくない方ですね、優しくない方の半蔵、しかもガーッと選んで、でまあ、マサオは今オートガードを選択している状況となっていると。まあ対戦はあんま変わんないですけどね、まあね、まあでもオートガードは回復することがないので、なくなってからが、勝負となると。あとゲージのたまりも、低いんですよね。なるほどね、ちょっとしたそういう違いがあると。さあ引きからの大切り、ピヨったんじゃねえのこれ。あ、死んじゃうよ、危なかった、生きてた。下段切り焦がして中段ナイスカード、各腕大切り。なんか別にこれ羅刹じゃなくてもよくねっていうような反応立ち回りでございましたけどね、爆炎流からダッシュ投げ熱いですよ。熱いですね。さあどうなるんでしょうか。さあ飛び得の試合、珍しい展開ですね。マサオはオートガード、これですよ、3回投げたら昇天、まずは1回目戻落とし、あぶね、おっと、Jリーグカレーは取らせはせぬよと。爆炎流バターチキンカレーですね。強かった。ああ、何これ。ああ、投げられましたね。ちょっとバグりましたね。バグりましたね、今。さあ、3回投げるだけの簡単なお仕事ということで。危ない。マサオ。マサオ。中断。ガードされて。大喜利。勝者、マサオ。じゃあ、次、イデア。イデア乱入してくれ。イデアいる？いたっけ？あ、いたな。じゃあ、イデア。なんでイデアがこんな下の方にいるのか謎なんですが。だって、いなかったんだもん。さようでございますか。さようでございます。あ、イデアいるじゃん、上の方じゃん。お前何新規やってんだ。あ、わざとわざとですね。じゃあいいよ、このランキングからいこうか。イデア、いや、いいんじゃないですか。じゃあ、スルタツ、スルタツ、スルタツ、じゃあ、イデアどけどけ、イデアどけ。あ、入れちゃったお金。いや、あとでイデアの時に、あとでイデア、じゃあ金渡してくる。スルタツ、イデアに50円渡して。ああ、いい、はい、じゃあちょっともう一回やりますね。で、マサオにも50円なきゃいけないっていう、クレジットでいいか。クレジットでいいです。で、マサオの一生がなかったことになりました。そんなことは。じゃあ今日は静岡から、はい、あ、クレジット入れてある、入れてある、入れてある、マサオ。で、スルタツ、今日は静岡から、ノーコンキットじゃねえや、東京レッドを見に来た。今、鳴沢優衣に感謝ですね。そうですね。あ、本当だ、マサオもいるじゃん。めんどくせえな、めんどくせえな、マサオ。めんどくせえな。じゃあマサオこのランキング、はい、じゃあマサオいいよこのまま。やって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 、はい、じゃあスルタツワンピガーガールほどツービガーはマサオ。みんな記憶喪失甚だしいですね。もう、マサオもいるし。さあ、プラズマファクター当てていく、スルタツ。今日は犬なしガルフォードを選択していく。おっと、消費ワン、ツー、フィニッシュ。お、まだ生きてる。おー、ギャバンダイナミックが刺さる、マサオ。スルタツ一歩選手、スルタツですよね、スルタツ一歩選手。あぶれあぶれ、バーゲンリー掴みにくい。さあ、これつばぜり合い、攻撃が同時に発生すると起こると言われてる。さあ、つばぜり合いと。まあ、ガルフォードは素手でも結構強いんで、
あんまり気にすることないですけどね。サンクローム総研を見るときは部屋を明るくしてテレビから離れてみてねとピカチュウアタックの前でしたっけ、後でしたっけ。あ、前だったんじゃないですかね。どっちでしたっけね、ちょっと忘れちゃいましたけどね。だってポケモン出てないんじゃないですか、この頃。あ、まあ、ザンクローが前ってことね。ザンクローの方ポケモンはもうとっくに出てますよ、94年ですから。あれ、そんな前でしたっけ。うん、出てます、出てます。さあ、ここは足払い、大切り投げていたのはマサオ。死んだか、スルタツ。じゃあ 1-1、 まあ、ピカチュウフラッシュはしょうがないですね、それはね。一番エグいやつはね、まあ、サラマンダーのサンダーミューもそうなんですけど、 あれがやばいですね、魔界村の。あ、魔界村、あれやばいですね、やばいですね、あれやばいですね。あともう一個地味にね、なんだっけ、ストリートファイタームービーでその画面フラッシュさせる裏技があって、 ありました、ね、あれもやばいですね。殺せます、ギャラリーごと。あら、下段だい。じゃあマサオ死亡ということで、次このマサオどうしよう。いや、消せばいいんじゃないですか。これ消しますか。うん、でいいんじゃないですか。じゃあ塩太郎は、え、いやでも負けたからいいんじゃない、問題はないんじゃない、それは。じゃあ、じゃあ片始め、片始め選手、じゃあ 2P 側に乱入してくれ。さあ、今日はアキラくんが主催してくれたガロボー対決イベントの後、やっている MKD ランキングバトル。結局ガロボーはどうしたんですか。負けた、負け越したんですか、勝ち越したんですか。よく知らないんですよ。そして弱い方の半蔵を選んでいく方、お、牽制だ、すげえ、ガードができないという牽制半蔵を選んでいく。片締め選手、起き上がりには気をつけた方がいいですよ。危なかった、今技食らうとこでしたね。おっと、するたず優しい、起き上がりに技を重ねない。さあどうだ、ガードして、空対空、ここはさすがに負けてしまう。さあもう迷いがない攻めを見せていく片締め選手。ああ、いや、ごちゃごちゃ、どうだ、下段下段飛んで、ガーチ切り、ああ、どっち勝った、ああ、反則勝ってますね。迷いがない、優しいですね、するたず、するたず優しいですね、はい、迷いがないぞ、片締め、あいつ、ああ、それまずい、それまずい、あ、それまずいですね、ああ、それまずい、それまずいです、それまずい、いや、気づきましたね、気づきましたね、いちいち、19勝34敗だそうで、19勝34敗、はい、え、だ、どっちが、え、あ、ガロボーか、ガロボーが、あー、さ、じゃあ負け越しってことですか。そうですか、あ、片順死ぬ、飛んだ、大入り、当たった、あー、爆弾ついてねえな、あ、飛び出、あ、やった、なぜか、あー、惜しかったな、今どうなんだ、どうなんだ、あ、勝ってる、あ、でも、でも状況はあまり変わらない、あー、あれ、中切りキャンセルで調皮出せば勝てたのに、で、むしろガルフォードは素手の方が強い、あ、もったいなかったですね。というわけで、アキラ、アキラ、アキラいる、アキラ、じゃあ乱入してください。 KOF ラッシュの時のガロボーはかわいそうだったということで、94から02までやりましたからね。94から02までやった、クイズ、キングオブファイターズまでやりましたからね。クイズ、キングオブファイターズは長いんだよね、試合が、あれ、うん、まあそうね、そうそう、ありがち、ありがち。一本選手だったらね、まだいいんですけどね。というわけで、アキラ選手が今回、ザンクローム総研、珍しく、半蔵を使ってますね。白半蔵ということでね。ガロスペ、ランキング1位のアキラが、下から戦っているザンクローム総研ということで。さあ、飛び道具、放っていって、追いかける。ここは間に合わず。危ない、中切り、打切り、中切りさせて、優しいモズ落とし。それ立つ。ああ、持ってかれた、一瞬の隙をついたモゾトシ、ダッシュラガー、うまい、ワープでフェイント、モゾトシ、一本選手、アキラ、アキラいいですね、新松永カラーということだね。2本目勝負、まずは飛んできたところ、これカナディとやるとき取り合いですね。そうですね、白カラーはどちらが取っていった。さあまずはモゾトシ、足払いの戻りに決めていく、飛んでくる、もう一回やり返していく、あー、減らないね、ストライクヘッズ、俺にも駒投げはあるんだよと。セルタズが駒投げを決めていく、出し切り、角腕取って大切り、あのしゃがみ台は減りますからね。そして減らないモゾトシ、パッと見ストライクヘッドが減らなそうに見えますね。
裏待って、銃ダメ、当たってない、足悪い、ジャンプで一回状況リセット、そして投げていた、まだ生きてるだろう、まだ生きてる、さあ時間が、時間がない、どうだクータイク、あー、スラが刺さって、アキラ勝利、お見事。じゃあ次、赤間さん、赤間さんいてないぞ、赤間さんいないですね、死にかけ、死にかけいない、いない、菊池がいたらすごいな、菊池いたらすごいね、ジョニキ、ジョニキいる、ジョニキ、ジョニキはいた、じゃあジョニキワンピ側に乱入してくれ、いざ尋常に1本目勝負、まあ、東京ヘッドは明日千秋楽ということでね、あのステージにあったバカでかいコントローラーがなぜか帝に置かれるということで、どこ置くんだよ、どこ置きましょうかね、どこ置くんだよって、いや持ってくから、持ってくからってみたいな感じで、持ってくからいつがいい、4人用意しといてみたいなね、何言ってんのかなと思いましたけどね、あの拒否権なかったですね、そうですね、さあジョニキが選ぶのは、ザンギエフということで、しかもあれ動かない動かないからね、さあザンギーガーキャンからのジャイスほんとにあのブンブン丸役の子はジャイアントスイング上手くなったね、あーあのブンブンが直接教えたっぽいっすね、あーもう仕込んだ本物のブンブン丸が教えた、あーちょひー、あダメだ使えねえ、あー地雷神、あー下段切り返していく、諦めないアキラ投げろ、狙うがバックジャンプ避けていく、あーガード削りはなくて暴言流投げだろどうせ、あーあったタックル一戦上に来ます、一歩最終、まあ、何度も言ってますけど、ガイラとバサラはこのゲームで唯一ガーキャンができます、ガーキャンができる、この2つだけガーキャンが持っている、そうですね、まあ、ガードしている時にはあのコマ投げがねスクリパルドライバー入るという、さあ張飛自分がどこにいるのかもわからないこの透明になる技ですね、さあここは落としていく大切り、ああ投げてた、どうだ結構下手、怒りゲージ重要、でもまあバサラの方のね、バサラの方のガーキャンはそんなに使えないんで、まあね、消費なんかイオリのランプみたいなの当てるぐらいで、さあ1-1 3本目、さあスライディング一戦、まずは下段の足元を救っていくアキラ、ジョニキ空対空、ジョニキはそれでザンギエフ、危ない危ない危ない、それやばい、そういうの危ないから、それやばい、ガーキャン来る、ガーキャン来るよ、ここは削り、あーバゲリュ上タックル呼ばれてバキャン、まだ生きてるアキラ、爆弾が邪魔くさい、さあ一旦離れて仕切り直していく、ジョニキはもうガキャン狙いでしょうか、後ろに下がって様子を見ていく、ああ適当に振った、適当に振ったらそこにいた勝者ジョニキ、お見事、そして池波のロック、俺か出番です、ということで、割となんか最近ガイラのガイラの評価が上がってるような気がしますけど、じゃあ池田美濃が参戦と、ガーキャンからドーン、そして、足からキャンセルしてドーン、あこれは気持ちよくなるパターンだ、あいあい、さあ1本目池田美濃くん、あ、ジラシン、めくりでうやむやになります、気をつけてください、で肩からドーン、オキシジン気をつけて、さあガーキャンドーン、中途半端な攻撃をするとなるけど背中、ここはちょっと追撃ができなかったジラシン、あ無双残効果で、お団子の山ができると、まあこれ取らせないようにしていけますね、これさあライフアップして、取ったら死ぬぞ、それ取ったら死ぬぞジョニキ、まあ取ってみ、お団子美味しいよ、あー間に合わなかった、さあ勝者池田美濃く、さあここら辺ランキングの変動がありませんね、クリスティーヌ・ゴーダ尋常に1本目いそう、いない、ゴーダさんいない、
ゴーダさんいない。アールタキ、アールタキいない、いない。じゃあヒメリボ鳥さん出番だよ。その次、ふつ、さぎさら、おじさま、おうると続きますが、いるんでしょうか。さぎさらさんはいたような気がする。さあ、修羅と、修羅と羅刹。修羅の方一発ないっすけどね。でも、修羅の強みってなんだろう。あっ、残像踏み込みから。当て身仕込んでいく。お、あ、当て身取った。いや、減るな、おい。お、めくりじゃなかった。さあ、大蹴り。さあ、池波の6が1本、2本目、勝負。さあ、まあ、ゲージ光って上皮が使えるときにそんなにツバメのクレーンが信用できない。おお、てみだよ、すごいな。大蹴り、しゃがみ大蹴り、まあ対空にもなりますね。あーガーフは、おお、いい技が置いてある。さあ、ひめりぼう、このちょっとの削りが怖い。あーっと、刺さってどうなんの。あー、ツバメ返し。さあ、ヒメリボ1本取り返して11。飛び込みからこかして置き攻め。あんまりこう、おお、飛ぶも飛び越そうとするところ、めくりのところに合わせてしゃがみ台切りを置いてるひめり棒。うわっ、よし、わーっと、今のはミス、今のは都合のミス。やー、デミが入れば一発しだが、中切り以上の効果で無双座効果がかくってしまう。あっ、あー、刺さった。ひめりぼ勝利。打つ、あー、負けちゃった。打つ、打つ、打ついる、打つ、打ついない、いない、いない。詐欺沢さん、詐欺沢、詐欺沢選手、あ、じゃあ詐欺沢選手。おじさま、オール君とケイニシムツミと続きますよ。はーい。あー、サギサワ選手は、羅刹のリムルル強いですね。はい、じゃあ、まあ去年修羅の右京弱キャラなんですけど、まあ、なんすか強みは。強みは、あの発生保証の残影権、これですね。だから別にこれだけですね。まあ、一応潰されたり、されても、まあ一応発生保証があるっていうのがあるんですけどね。でもあんま強くないですけどね。つまみ返しが性能いいとこないんですか。何にもないですね。何にもない、何にもないですね。リンゴが投げれる。あー嬉しいです、ね、ほら、あ、投げますね。投げれる、いっぱい投げれます。別にあれでライフ回復するわけでもない。何にも強くないですね、別に。エイパーがないだけですね、修羅の右京に比べて。さあ、ここは大沢選手、まあもうトリッキーに攻めるしかないですね、そういう意味ではね。さあ、ここは武器落としてしまった。でまあ武器落とす、また武器はまあ余裕だ。赤ちゃんですね。かなり赤ちゃんですね。おっと、スライディング間に合わず、リムルル大沢まず一歩接種。ちょっと病人アピール。そうですね、病人アピールですね。まあ裏から、ああ、死んだっすよ。優しい、ここで優しさを見せていく。優しい遠距離と、近距離のちょうど間っていうところ、ね、そうですね、微妙なところではございましたけど、ね、さあ肉があった。ここは右京取られた、中切り振って、まあ、体力は
滝沢選手まだ減っていない状況。あー落とされた。あーどうすんのこれ。あっぶねでも何も返す技がない。悲しい。あーつばめ減る半分減ったぞ一発で。トラップを仕掛けて降りてくるな右側。もう一回ここは引っかからない。あっと お互い技がつかる。なんだそのクソ判定。どうだ一応回復しとこう。ホイミ危ない。あー下段アイスで凍らされる。これ時間がない。あー残念。勝者詐欺沢選手お見事。おじさまおじさま選手いる。おじさま選手さっき見たけど尋常に1本目勝負帰っちゃった次はい、オールくんオールいる。いない見てない。オールくんにはあの舞台は見せられませんね見たんですよね。いや、そこ分かんないし確か一緒に来てたはずなんですけど知らない。どうなんですかね、ケンニさんいない。いない。むつみむつみいる。さっきいたんだけどむつみ、むつみいない。しんご、いや、しんごマッピーが、まあ、池袋サラがね、ひどい話ばっかりしましたね。まあ、事実ですから、しょうがないですね。事実ですからね、しょうがないですね、実話ですからね、さあ、マッピーが、しんごが使うのはシャア専用、半蔵。そして、詐欺沢選手はリムルルと。気がつくと全員無職になったみたいなバカ野郎どんだけだよっていうねまああんなのが許されたのは90年代だけですよ。あっとこちょひ当たらなかった。残念無念。リムルズの体力はまだマックスに近いぞ。信号あーバレてた。中断当たってます。一発でしたぎさでも無職でもなんとか暮らせたなんとでもなったもんね。90年代ね別に派遣で仕事あったしね普通にね、さあ3回投げるだけの簡単なお仕事。1回目まず入る。だって2度目は空中ガード。昔金なくなったら馬場の早朝普通に仕事ありますもんね。まあドカチンとか仕事普通にありましたけど今ほどね厳しい時代ではなかったので。まあ今もなんか若干募集してますけど馬場ね。さあ飛び蹴り。ここは小切りで差し合いを制止して、詐欺さんは丁寧な立ち回り。いいよトラップで逃げて。さあ信号体力が結構リードされてるぞ。どうやって追いつくんだ。まあ至ってる時の半蔵は意外とあの中段のあの毒竜でしたね。ああ中段先に打たれた。さあれが結構いいんですけど、ただリムルルちっちゃいんでちょっとは手づらいんですよね。ただ中段なんでねバンバン使っていきたいなというところです。よっとクロスいるかい。クロスいないか。ゆくとゆくといる。ゆくとゆくといないか。だけどいない。ゆくといない。ボムボムさんいる。ボムさんさっきいたような気がするけどね。ボムさん、ボムさんいる。ボムさんいねえか。いねえか。はい。あいた。じゃあボムさんワンピンに乱入してください。キュートアミのマサオイデアと、あ、またあ、うん、そうでした。はい。じゃあついでにこの時間に取り直すと、はい。ボムさんもこのゲーム。あんま やってないかもしれない。あんまやってないかもしれないですけど、でもやり込んだら結構強そうですよね、はい、あんまやり込んでほしくないですね意外となんか終わっちゃいそうなボムとかボムさんとかチキンさんとかがね残殺をやるとなんか怖いなっていうのは思ってるんですけど。というわけでボムさんが使うのは4発蹴るだけの簡単なお仕事。天草四郎徳貞狙うのはもちろん風林火山こと足払い。一発ね入っていく。一発あのヘリですよ。大パン一発分ぐらい減ってますね。さあ肉を取って回復。詐欺沢選手のリムルル。ただリムルライトだったのワープがね駒投げ持ちにはちょっと怖いリスク若干あるんで、ワープの使うところをちょっと考えながらボムさんおそらくやってると。さあ足払いには中段返していく。詐欺沢非常に丁寧な立ち回り。あおっと当たった。まあいわゆるあこれですね。これですね。ワープを駒投げ投げれちゃうんですね、やっぱ虹色に光ったらボーナス確定みたいな。ボーナス確定って感じで、変な距離で出すと確実に投げられるんで、あーまずい。足払いには足払い返していく。いや非常に丁寧ですね詐欺沢選手。これはうまいぞ。どっちだ表か裏か。当たっちゃった。画面端トラップは仕掛けず。ここはジャンプキックうまい。一本接種詐欺沢
まあ、あんまり付き合わないのが正しいやり方かもしれない、ね、まあ、そうですね、まあ、言うても結局足場しかないんで、まあ、結局うん、まあ、言うても中断ない、中断は見えますからね。そうなんですよね。ザンクロやってるやつって中断ほとんど見えてる人が多いので、まあそんなクソっぽい中断はあんまり、あのね、一部ありますけど基本的にはないので、でそれを持ってて、そのクソっぽい中断からエーファーいけるやつが最強、まあ最強みたいな感じで少し理論は出てるんですけどね。まああれ難しいですからね。難しい難しい。あと、まあなんかナコルルのあの調子はちょっと食らっちゃってもしょうがないかなって気がしますけど、あとウトクリューもね、あっ危ね、危ない、減ったなおい、あー死ぬ死ぬ死ぬ、あー死んだ、何が起こったのかよくわからない、付き合うと火力負けします、火力負けするってやつですね。あれあれって言ってるうちに渚選手が一本失う。さあもうアウト、前飛んだ瞬間大喜利待ってました。このゲーム空中ガードはできるんですが、地上技は空中ガードできません。できません、そしてガード硬直中は駒投げできます。そうですね、 SNK っていまだにガード硬直って何って意味知らなそうですもんね。あーバレたバレた、駒投げ、あーやばいやばいやばい、危なかった、あと一発で昇天するとこでしたよ。詐欺沢君、ここは落ち着いていきましょう。あーあーあー、まだナイスカード、ナイスカード、ボムさんが火力火を吹いていく。さあ BC 当たったよ、ワープ、ドロップ、ここは避けて飛び道具、あー当たっちゃった、終わり際だった、終わり際、終わり際にシャーベット、シャーベットアタック、お見事詐欺沢勝利。キュードさんいない、アミノさん、あ、キュードいた、キュードいた、あ、キュードいる、あ、いた、じゃあキュードをご覧にしてくれ、シャーベットですよ、シャーベット、選択肢拾っ グレープシャーベットですね、グレシャー、うん、で、ビブンさんの欲しいシャーベットはまた違うシャーベットなんで、そうですね、はい、ビブンシャーベット、ビブンシャーベット、なるほどね、おお、キュードガチだね最強の一角であることはもう間違いない、ナコルルママ母バージョンということでね。さあここは裏に回っていくが、さすがにここはナイスガード、キュード、キュードはノーフューチャーのメンバーですね、普段は萌えのプロ野球をやっていると。ナコルルを使ってどこまでランキングを上げていけるか。さあアンドブツベ、これは下段ガードの突進技、さあここは2個取って少し回復、サイサー選手、おっと下段のシャーベット、シャーベット、まずい、あーピヨってた、珍しいね、正面からピュってましたね、珍しいですね。さあここは一発で詐欺沢、2本目、危ない、裏回り、しっかり下段のシャーベット当てていく、ここは攻撃が相打ちる、体力減っているのは弓道、竜巻がないんだな、そうなんだよね。さあここは投げて、駒投げ、ポイ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 と、妹は次に行くわね、そうですね、おっとここはつまずり合い発生していく、あんまり今武器落としても、あ、まあちょっとリムルが、あ、リムルがきついか、はい、そうだね、すぐに武器を取っていく。さあナコルルビカビカ光ってる、これはこれですね、発生6フレームの中段必殺調子だぞ、威力も高いぞということで、これが、あー、ナイスガード立っていましたよ、詐欺沢勝利、お見事、ランキングをもりもり上げていく感じですね。さあ弓道くんの次がアミノさんいる、アミノさんいる、アミノさん、あ、いる、あ、呼んできてる感じ、じゃあ呼んでくる間ちょっと枠取り直して、まあ、リムルルやっぱあの丁寧な立ち回りできる人はやっぱ強いですよね。で羅刹の方はあの前の方から、なんかコンボいけるんで、うん、白の方にはない取りこぼしが、なるほど、そしてまあ、基本的にエーパーもありますからね、ワンチャンスで、まあ、殺せる火力も一応持っているということで、シラの方の強みは一発日和の鏡、はいはい、羅刹の方の強みは、シラの方で取りこぼしてしまう、正面中切りのキャンセル技、乱入してください。じゃあこの間ランバトで、はい、ずっと勝ち続けてたアミノさんです、アミノさんですというわけで今日はアミノ、はい、ランキング今いけないでしたっけ、ゴリゴリ上がって今15位ですか、15位です、ね、はい、じゃあ15位アミノついに現れる、これどこれ詐欺沢選手ちょっとこれ同キャラ戦なんで気をつけないといけませんね。さあどちらを選ぶんだ、羅刹を選んでいく、同キャラ戦ですね、完全なる同キャラ戦、大丈夫ですよ、落ち着いてください、大丈夫です割とこれあの悩んでる時間、選んでる時間長いで、長いですからね、選ぶものが多い、選ぶものがいい、さあ上着を脱いで、上着を脱いで本気を出していくという、
さあ、じゃあ、あのボタン切り替えスイッチだけ気をつけてね。1本目、まずはコマ投げ、ここはバレてた、ジャンプで受けていく、アミノ、グレーの方がアミノ選手。さあ、両者ともに、非常に立ち回りがうまいのでね。あ、そうですよ、リムルル同士って、うん、なんか存在判定おかしいんだよ、これと。ああ、なるほど、技が当たらない。近距離で足を擦り合ってると入れ替わっちゃったりするので、なるほどね、まあ、技が当たらないというリムルル判定、不思議な現象が起こる。あっと、ここはシャーベットを作っていく。シャーベットアタック、おう、中切りキャンセル、シャーベット中切りダッシュで距離を詰めていく。サギさん、奪還体力リード。さあ、アミノ、あー、いや、普通の投げ、あー、死んだ、終了。マッスルスパーク、見事に決まるのか。決まった、長かった戦い、ひょっさろばということで、まずアミノが一歩選手、下段から差し合っていく両者。おっと、前先っぽ当てていく、先っぽシャーベット。さあ、ここでつばずり合い、本気のこすりが見たいということで両者こすって、おっと、サイサー勝って、コマ投げ、武器は取らせません。したところにシャーベット、アッパーシャーベット、シャーベット仕込んで、仕込んでいたが、ここはサギさん、ナイスガード。さあ、武器を拾わせないつもりか。飛び道具、本投げて、おあー、やっちゃった、あとは大丈夫だ、優しかった、危なかった、あー、下段、さあ、先っぽシャーベット入って、チチッ、新サムゼを取らせていきますよね。あー、まあ、なんかそういうハウスルール的なものがあるんですかね。ザンサムは取らせませんよ、悪いですけど、負けるので。ガルフォードだけですね、取っていいよ。ガルフォード、あ、ガルフォード、ガルフォードだけです、はい、ガルフォードは取っていいよ。素手の方がやばいんで。そうです、素手の方がやばいキャラも一部いるということでね。さあ、ここシャーベットの打ち合い激しいですね。さあ、アミの体力減っていない状況。うわー、スカッタって、小腹に使って、足払い、シャーベットを将棋で潰していく。なんだ、えらい言ったら、あー、これはどうなんだ、シャーベット仕込んで、シャーベットバレた、足払い中段、ここはバックジャンプで避けていく。暗闇シャーベット、暗闇シャーベット、さあ、体を入れ替える、ジャンプ、足払い連打、アミの勝利、お見事。やはり強い、はい、マサオは終わったんじゃないの、さっき終わりましたね、うん、じゃあマサオはここで負けたということ。これイデアも、いや、イデアはやってない、あ、イデアやってないんだ、うん、じゃあイデア、はい、イデア 2B、じゃあイデアも同キャラっぽいな、記憶だと。どうでしょうか。さあ、やはり、リムルルを選んでいく。イデアも同キャラ、人気キャラクターリムルルということで、ええ、まあ比較的俺中堅だと思うんですけどね、リムルル。いや、でもやっぱり強いよ、うん、あ、おー、露骨ですね、オートガード、初心者におすすめ、うん、まあエーパーもあるからね、ええ、で、割と逃げることもできるし、攻めることもできるので、そうね、ええ、さあ、足払い、溶かしていく。うわー、まずいよー、まずいよー、死ぬな、アミノ、頼む、死なないでくれ、長かった戦いよ、さらば。え、今さらみたいな、クソゲーじゃねえ、今さらみたいな、危なかった。今、オートガードが1個なくなりましたね。長かった戦いよ、さらば。まず1本目から、まあ、割かしこれキレキレのマッスルスパークが見れましたね、今。俺の同キャラ戦も存在判定おかしいので、うん、中期で当たんなかったりしますからね。そうですね。おっと、ここは内側から足払い、決めていくのはアミノ。シャーベットを浮かして、さあ、ここは地面にトラップを仕掛けていく。中切り、中切り、近寄って、シャーベット、動いたところに先っぽシャーベット当てたい感じですね。先っぽは大丈夫ですね。さあ、ギリギリの前、うまいぞ。さあ、ここは上から、いや、その場に落ちる。様子を見ていくのがアミノ。体力リードしてます。あー、やっちゃったー、やっちゃった、おい、長かった戦いよ、さらば、マッスルスパーク勝者、イデア、お見事。1個の選択肢を間違うと死ぬ、いいゲーム。 なるー、じゃあ、なる、お願いします。そっちカナディアンにピョ、ヤマト、ビエー、ナルサイユイ、じゃあ、カナディアンマン、あ、カナディは帰った、ニピオは見てない、ヤマトはいるわけない、広島にいます、広島です。BA、 BA もいないっぽいな、いないな、 BA、
ライデンやってます。ライデンさっき行けたっぽいっすよ、2、ええ、というわけで、なる選手が使うのは、オートガードのアプネ天草ですね。しゃがみガード、ここは落ち着いて中段も立ちガード、うまいですね、なる。さあ、なる回復してる。おお、あオートガード、あー、フリカザン、マッスルスパークにはマッスルスパークでお返しか。えよ、回復は早かったですね、今、アイデア。危なかった、危なかった。さあ、画面端を背負った猪木あり状態って感じですかね。粘って粘ってやるのはもちろん、ああ投げられた、死ぬ、死んじゃう、ああ死んだ。イデア投げてからのマッスルスパーク。一方選手、2本目勝負。いやー、今ちょっとあれでしたね、投げをもらっちゃったのはもったいなかったですね。ナルだったらあれ別に投げに行くの見てから足払いできると思うんですけどね、ちょっと油断したか。あー中断、中断、あ、それ使えないよ、あー死んだ。あー、いやミスるか、いやミスらない、マッスルスワーク、お見事。カナディ帰った、 BAA 来るかな、いや来れないな、うん、じゃあ、ナルサユイ、ナルサユイ、じゃあお願いします。エッパが入らないやつはやだ。ナルサユイは、以前あれを使ってましたね、隠しキャラクターの、何でしたっけ、ザクローか、タイトル名忘れんなっていう。ザンクローはなんかなぜか A 級パ、 A パンが入らないっていうね、あの不思議な恩恵を得ているということね。あー来た、おーかっこいいですね、そのカラー真っ赤っかですよ、なんかワールドヒーローズの風魔みたいなカラーの髪の毛でございます。さあ1本目、 A パンが入らない相手に対してイデアどうなるんでしょうか、注目の一戦でございます。ザンクロー使ってる人あまりにいないので、意外とこう攻略がね、まだ中途半端なのかなっていう気がしますが、ナルサユイがどこまで伸ばすか、大ギリバレてた、避けて避けて、おっとここはやり返してる、ナルサユイ飛んでパワーウェブ逆側へ、一旦様子を見て近寄りたいで、まとわりついて裏側に回りたいんですが、こいつにはエパが入りません。さあ放送禁止ゾーンが邪魔だ、あっとここは将棋りうまいですね、あの距離でも返せる、丸ぐらいですかね入るの、そう、あ、そうですね、あれ、あ、前からだから入るか、あれは前からなんで、そうか、あれは前からでなんで入るかもしれませんね、やったことがないのでわかんないですけど。さあ将棋り大切り、ここは殴り合い、あ、ディブルル若干勝ってる、足払い足払い、あー中央当たってない、イデアの作戦勝ちか、まず一歩選手イデア、つかず離れずというような立ち回りだったんでしょうかイデア。さあここは飛び道具、ジャンプで近寄ってまとわりつく、追っ払って大切り、飛び道具前落ちる、あー大やばい、減る鬼火力、ザンクローの大切り、シャーベットで冷やしていく、飛んだキックだった、大切りつながる、一時つなげた、いやーザンクロー非常に火力が高いぞ。ここはイデアがちょっとこのオートガード削れましたね、オートガードが今1個削れましたね、よかったよかった、もうちょっとでイデアのターンになるかもしれません、あー投げからのダイ、さあここはパワーウェーブ削っていく、空対空キックで返して、うまいナルサユイ、おっとこかされて起き上がり、あまずい、ダイギリ死んだか、まだ生きてる、あーでも入らないんです、入らないんです、それは入らないんです、勝者ナルサユイ、読み事サリピー、じゃあサリちゃんお願いします。サリちゃんはまだまだ東京にいます、まだいます、皆さんサリちゃんはまだ東京にいます。というわけでサリちゃんが使うのはもちろん、静まる、これナルサユイがここでしくるっていうのは熱いですよね、しくった瞬間失格ですから、毎回入れなきゃいけないっていう。サリピー相手にひょっとすると今オートガードを選んだかもしれませんね。さあサリピちゃんが使うのはもちろんこのカラー、紫色の、静まる、そして、サリピの次が竹山ベホマスを微分4126がロボとなります。はい、さあ酒を使ってちょっと様子を見ていく鳴沢優衣、サリピはどのようにしてこの鳴沢優衣のオートガードを崩していくのか注目していきたいところですね。あぶね、よく受けた、飛んで
酒を駆使していく両者、攻撃がなかなか当たらない。致命傷がうめえ、飛び道具をかっくり避けて一発殴って返していく。ジャンプ置き飛び道具読んだ、タイミングずらして、ああうまい、つからせて連続技、しかし入らない。いやー素晴らしい感覚、おおオッケー、大切り返したよ。さあここでつばぜり合い、静まる若干体力リードで、ああ勝っている。タックルを使って中段、えらい減るね、返した、サリピー、素晴らしい立ち回りで、まず一歩選手、微妙な体力差でしたね。はあ対空かい、いきなり大切り。さあ両者酒を使って攻撃のスカガを狙っていきたいところでしょうか。さあ2個取って裏回り、下段からローキック、表だか裏だかよくわかんない微妙なところでサリピー降りてくるのがうまいですね。あー細かい将棋に、うまい中段でしょうか、逃げ台ぎ、おうまい、やる、足払い、どうだ、飛んでナイスがバックダン邪魔くせ風見えなかったっ見えなかったですね、今放送禁止で。飛んで足払い、一発当たった、将棋に返してくる7歳台ぎにすかして、ここは反撃技なし。あー勝ったのはサリピオミオト、なるさあ、いよいよ撃破。タケヤン、タケヤンいる、タケヤン、あ、じゃあタケヤン、ワンピが、いやサリピちゃんとタケヤンが試合です。ワンピがタケヤンということで、タケヤン何するんだろう、ガルフォールですかね、どっちでしょうか。お今日はザンギーフを選んでいく、 S ザンギー、前回もそうでしたね、あ、そうでしたっけ、前回もそうです、もうガルフォードを捨てましたか、ガーキャンに命をかける、いざ尋常に一本目。まあガイラはやっぱでやたらってこうでかいのでね、非常にこうめくり技とか入りやすいっていう反面、まあガードキャンセルがあると、そして一発の火力が高いっていうところが注目ですね。さあ飛び道具が放っていて足払い、さあここは空中、おーっと落としに行ったところ、素早く降りて一発で殴り返し、サリピー読みがうまくいってるか、ガキャン、あっという間に体力が追いついてしまった感じでしょうか。一人だけ、投げの発生フレーム遅いんですけど、ああ勝利使っちゃった、やっちゃった、あぶねえ使ってはいけない技を使ってしまいましたね、今タイミングずらして裏回り、ここはメジャープレー、逃げるのはタケヤン、さあ時間がない、サリピ攻めざるを得ない、落とされて、おージャンプ台、タケヤン一歩接種。言うてもタケヤンもこのゲーム相当上手くなりましたよね、昔に比べて。さあ猛者同士のザンサム大会ということで、ザンサムランキングバトルということで、一瞬二人とも気が抜けないバトル、うまい、まあ、様子を見ながら、最初タケヤン安藤でしたけどね、そうでしたね、足払い、裏回り、大切り、読んでたけど当たってなかった、体育外して、すごいですね、サリピのこの静まるの低空攻撃、あー、ガキャン、捕まえた、さあ、ここからあるのか、テッパチ、裏から昇竜か、やったなか、やったなが入る、あー、減ったな、今の連続技、入れるべくところではしっかり連続技を入れてくるサリピ、うまい、あー、やっちゃった、飛び道具、ローキック。一本取り返す。痛め静まる。ごめん。三本目勝負。うう。さあガーキャンから画面端に追い込んで。もう一度。ジャイス。さあやばいぞサルビ。当たんなかった残念。さあここは体力リード。攻めざるを得ないサルビ。どうする？クガ。その後に攻撃を返していくが、ここはナイスカード。タケヤン。さあお互い様子見。バックジャンプ、フェイントを絡めて、なんとか致命傷を与えたいところ、あー当たってない、あー与えた、うまい、近寄ってローキック、空間から、あーかオッケー、昇竜つないで体力逆転、おうめ、最低空の攻撃、サリピ勝利、お見事。今日ベホマソ君いないんだっけ、いないんだよね、いやお休みね。じゃあビブンさんいる、ビブンさん、あ、じゃあビブンさんお願いします。ランキング3位のビブンさんでございます。さあビブンさんは今日は何を使うんですかね、あ、リムルルですね。さあリムルル、そろそろ猛者だらけということで、現在のランキング1位はガロボー選手となっておりますけどね。さあまずは、おっ
と半分減ったけど半分減ったけど、さあどうなるか。飛び道具放っていく。サリピの行動を制限したい B 分さん。あーっ飛び道具刺さる。裏だった。当たって、肉はサリピが取っている。 B 分さんが、あーよかった。コマ投げ入れて、トラップ仕掛けていく。下段からもう一度コマ投げ狙っていく。素早い攻防。あーっと思わずガードしてなかった。一本選手サリピ。ひさめ静まる。ごめん。2本目。さあ角度を使って足払い決めていく。裏回った。あー残念。ちょっといい感じに裏回れたんですが、ここは技が入らなかったか。さあ中間蹴り、いや接近戦。さあここで半角しっかり入れていく。お前こっそり出しているジャンプ攻撃。バック連打が、あーやっちゃった。連続技ピヨったか。もう大丈夫だ、ピヨってない。あー大入る。さあ鏡だ、あれは触るとピヨってしまうので注意。飛び、あ、超質ですね、超質。ポケモン超質放っていく。しかしここはジャンプで受けていくな、サリピ。さあ体力同じぐらいでしょうか。残り20秒。ビブンさんなんとかここは1本取り返したいところですが、様子を見ていくな、サリピ。さあ残り10秒。どこで試合が動くか。なんか微妙だな体力差、これ同じ。あー、サリピ勝ってる。ダッセービブンさん死んでしまった。3人抜きサリピ、お見事。じゃあ4126お願いします。じゃあランキング2位4126ワンピ側に乱入するんだ。いざ尋常に1本目勝負。ちょっと今なんか微妙な差でしたけどね。一度見た目にはほとんど体力一緒だったんですけど、サリピが勝ちましたね、体力逃げて。じゃあ4126、金曜日にツインビーヤッホーを見事ワンコインクリアした4126が、今日はワンピーがランキング2位でサリピと激突。4126が使うのはもちろん静まる修羅ということになりますね。静まるは A 級コンボが、裏からの A 級コンボがないキャラクターとなっていますね。ただ火力は十分高いのではないかと。まあ一応超費混ぜれば、まあ、ビオリは全部言えるかなみたいなのはありますけど、そうですね、ええ。さあここはサリ4126ツインビーヤッホーをね、この間春のシューティング祭り第13戦見事にクリアしてくれた4126、今日はザンサムを取りたいところですが、相手は強豪サリピ。サリピに勝ったとしてもガロボーが待っているというような状況。ベホマス休み暑いね、そういう意味ではね。そうですね、そういう意味ではそうですね。要はここでガロボーを倒せればみたいな話。そうですね。いやでもお互い手の内を分かっている両者ですからね、ここはちょっと様子を伺ってどこで試合が動くか注目してみたいところ。さあ残り6秒、どうなる。どうだ、飛び道具放っていく。ここは時間切れ。まあ某仮面さんと違ってずっとガチってますからね、この2人は。そうですね、試合は動かないということですね。一度とたりとも削らせなかった両者。さあ距離を取って飛び道具を放って様子を見よう。さあ仕掛けた、ナイスガード。ああ裏からやったなが刺さる。さあまず先手を取っていく。おうまい、飛ばして地上の攻撃。裏回ってやったな、素晴らしい。なんか見たことない動きをどんどんやっていくぞ。スライディング、飛び道具放って集団すかしてロキック4126。まず一本選手、いやすごいですね、誘い技ですね。ばあちゃんみたいな攻防になってましたね、はい、今サリピに手を出させてその隙に技を当てていくというようなとんでもない立ち回り。おーっと発生をした。おーっとあと、そうなの。散々大会見てて知らないことがまだある。さあつばぜり合い。さあ武器落としたサリピ、どうする。さあ拾いたい拾いたい。さあ酒を使っていく。非常になるか4126、飛び道具放っていく。あー出し攻撃バレてた。意外とシャガパンのリーチがあるななんて今初めて知りましたが、あーっロギック。さあサリピ諦めるな。航空券破り捨てよう。あぶれ、航空券破り捨ては伊達じゃないんだと見せつけたいところ。しかし体力リードは4126、あとはじゃあうめえやる。踏みつけ、しかしやったらアガサと勝者4126。
争戦ガロボーと。はい、じゃあ MKD ランキングバトルファイナルマッチ。じゃあガロボーワンピ、あ、ツーピーガーに乱入するんだ。この試合の勝者がランキング1位となります。よろしいですか。てなわけでございまして MKD ランキングバトル3サブ編ファイナルマッチでございます。じゃあガロボー4116決着つけなさい。勝った方がミカドザンサム最強というような形になります。ミスター MVS ガロボー 2P 使うのは幻獣郎シュラ。さあまだ小切りで追い込んでいく。ここや416落ち着いてガード。おっと遠い前からの大切り当てていく。さあしゃがんで待っていく両者。あっと梅返して昇竜拳当てていく。3連殺一発目裏に回り、そして飛び道具重ねてジャンプで受けるガルボ。飛んだが空対空、完璧な立ち回り、完璧すぎる416。まず一歩選手。さあ今度はジャンプ台から裏回り、ここはナイスガード。将棋から3連殺と止めてやったな。ガサルガロボー対策バッチリですかね。昇竜拳一発足んなかったけど、ガロボーピンチ、ガロボーピンチ。さあここは岡山を放って大喜利、もう一度岡山避けていくのは4126。飛んできたダッシュ攻撃、そして上り中断、勝者4126。お見事、完璧だわ。ただいまの試合をもちましてランキング1位は4126となりました。みんな拍手。素晴らしい。あ、マイクだ、ね、お出しできないので、はい、じゃあこれだけ。じゃヒーローインタビューということでね。あ、いいっすか。いいよいいよ。じゃあ416、みんな4126です。拍手ありがとうございます。どうですか今日の戦いを振り返って。いや、ようやく大会で普段通りの動きできたと思います。あ、本当完璧。いや、今日かなりキレキレだったね。正直僕このゲームすごい自信あって、ええ、なんで僕勝てないだろうなと思ったんで。なるほど。まあ今日ちょっとここ来る前にいろいろネタ仕込んでたので、はい、一人で西瀬川で練習してたんですよ。西瀬川であんまり見せたくなかった。ちょっと見せたくないと。まあただそれは披露することなく終わったんですけれども。あ、なるほどね。まだあるんだと。まだ全然あります。なるほどね。静まる10割あります。本当にそう言ってきます。マジか、すごいですね。じゃあまあ今日はその実力を見せることなく普段通りの立ち回りが、そうですね、まあ、完璧にできたのかなと。はい、今日はミスなくできたと思います。なるほどね。どうですか、じゃあミカド最強をとりあえず、ここで取って、まあ、この間ツインビーもクリアしましたしね、はい、そうですね、本当今日ツインビーで半分、これで半分って思ってました。わかりました。まあ、ちょっとっそうだね、今回エアガイツ仮面がランバとあの野郎逃げて出てこないんで、ちょっとまたいずれエアガイツ仮面、そして今日ちょっと病欠してしまったベホマソ君と、はい、そうですね、まだまだ強豪がいるんで、はい、じゃあ全員ぶち殺して、もう全員ぶち殺します。はい、じゃあ最強を名乗ってくれ、頼むぜおいということで、はい、じゃあ、あ、アキラさん、アキラさん、ガロボー討伐最後取り取ったよ。ありがとう。完璧でした、そういう意味ではね、ガロボーに何もさせなかったという意味ではね、完璧な最後立ち回りでしたね、はい、じゃあ帝最強は4126お前だということで、みんな大きな拍手お願いします。ありがとうございます。おめでとうございました。ういっす。これランバトって今日で最後だっけ。あ、今日で最後。あ、忘れ物ね、はい、あ、忘れ物、忘れ物した人、ここにあります。はい、忘れ物した人なんだろう、今日はガロボーの命日だったのかもしれませんね。ああ、というわけで、ランキングバトル4ヶ月にわたって、あ、というわけで3ヶ月か、3ヶ月にわたってやってきましたけど、長かった、長かった戦いも今日で終わりということで、最終的なランキングはちょっと細かくは後ほど発表させていただきますが、上位8人の皆さん後で招待状を送るので、何ヶ月か先ですけど、よろしくお願いします。次のステージがあるので。というわけで、4126、ガロボー、ビブン、ペホマソタケアン、サリピ、ナルサユイ、このあたりですからね。じゃあ、また、この、入るかもね。で、このあたりの、ランキング、ぜひ、ちょっと作り直して、また発表させていただきますので、よろしくお願いします。とりあえずは、最強は4126ということで、まあ、エアガイツ仮面がいなかったのが、ちょっと残念ではございますが。最後までエアガイツ仮面が入ってなかったですね。そうですね。まあ、忙しいんでしょうね。まあ、いずれまた、
大会はね来月以降もしっかりやっていきたいと思いますので、長かった戦いをさらばということで参加者の皆さんに拍手お疲れ様でした。10タイトルあった MKD ランキングバトル最初にクランクアップでございます、うん、ザンサムがというわけでね、来月以降もザンサムね大会またやっていきたいと思いますのでよかったらぜひ、ご参加よろしくお願いします。ザンサムの火を灯す消すわけにはいかんということで、頑張っていきたいと思います、まあ、シリーズ最高に面白いシリーズ最高傑作です、いいですか、シリーズ最高傑作いいですか。今ニコ動とかユースト見てる人、はい、若い人何も分かんないから言っときますけど、はい、サムライスピリッツシリーズはザンクローム草原が最高傑作ですよ、はい、今すぐツイートでつぶやきをよろしくお願いします、はい、その後は打足です あとはもう長めのエピローグみたいなもんでね、はい、よろしくお願いします。ケンサムとか笑っちゃいますよ。笑わせんじゃねえよって、だから堀サムでちょっと復活したから、堀サムでちょっと、あって思った、あって思って、あって思ったんですけど、ね、朝で、あれーっつって、ちょっとね、勢いが止まっちゃいましたね。堀サムも結構その辺の地位に近いんですけどね。 あとゼロスペもなんか取り戻しそうな感じがしたんですけ ど、やっぱり勢いがちょっと続かなかったですね、で次のケンサムでああみたいな感じで、というわけで最高、シリーズ最高傑作はザクローム草原であると、はい、皆様認識を今一度改めていただき、ツイッターとか、いろんなネット上でね、天草忘れてますけど、天草は微妙ですねああって感じですね。はい、わかりました。というわけでございまして、本当に長々ね、お疲れ様でした。 MKD ランキングバトル、まずはザンサムがクランクアップということで、来月以降また大会に戻りたいと思いますので、どうかザンサムの、これからの戦いをご注目ください。はい、じゃあ MKD ランキングバトルザンサム編以上終了、ありがとうございました。よかったら野次屋へ遊んで帰ってください。ありがとうございました。